はい、皆さんこんばんは。こんばんは。ポチオチャンネルポチオです。ポチコです。今日はね、ダイハツ工業の認証不正問題に関する国土交通省の対応についてお伝えします。はい、国土交通省は15日にダイハツの滋賀工場で行われている車両の衝突試験を報道陣に公開したみたい。はい。見た。ニュースしとった。しとったね。うん、これ、木内慎二さんでいいかな。うん、リコール課室長によると、うん、ここのからは国内販売中の車種について検証が進められていて、うん、安全基準を満たしているかの確認されるまで出荷が停止されているそうです。そうなんじゃ。うん、ほんで、確認が完了した車種、うんうんから順次公表されて、1月中には第1弾の公表を目指しとみたい。はい。よ。そうなんです。で、公開されたのは、ダイハツの小型トラック。今日テレビでしょ、多分ね。あれ、グランマックスっていう小型トラックなんです。これを時速50キロで走らせて、壁にね、壁面に衝突させる、しょったと思うんですよ。しょった。で、その衝突後の運転席と助手席のダミーの人形のシートベルトがちゃんと高速、まあ外れてないというのと、あと燃料が漏れてないかっていう確認をしたそうですけど、なかったみたいです。はい。なけんど、詳細の方のデータの検証はまだまだこれからっていうことやな。そうなんです。で現在国内販売中の27車種などを対象に行われている試験では、15日時点、今日やね。今日ね、15日なんですよ。2車種が、全試験項目を完了してるそうです。そうだ、出荷停止の、指示が解除されても、生産の再開はダイハツに委ねられる。本にしても、この問題は早く解決してほしい。そうなんですよ。国土交通省の再発防止策を踏まえながら、量産、バンバン作っていく。必要な型式の指定の取り消し、等の行政処分の判断をするとのこと。今後の動向は気になりますよね。勘だな。はい。気になる。はい。はい。ということで、今日は、ここまで。はい。またね、最新の情報をお伝えできるように、引き続き、みんなでちょっと見ていきたいなと思います。はい。あくまでもね、ここまでいっぱい喋ったんですけど。喋ったで。ただ、まあ、これは個人の見解です。はい、個人の見解でーす。はい。皆さんね、お付き合いいただきありがとうございます。ありがとうございます。では、また次回お会いしましょう。はい。さよなら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 。